もや。ごめんなさい、私先に行くね。確認している状態で復旧の見通しが立っていないとのことです。今晩は電気の ダメです。橋は落ちています。そうか、船でないと出られなくなったわけだ。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいでこれ以上は無理だと言っています。ライフボードは全部出しておくからそれを使ってくれとのことです。ここにはあと何人残っている？乗客が20名、私たちを入れたら24名です。わかった、ライフボートを使わせてもらおう。所長、フェリーの船長が波が荒いので船を港から離したいそうです。出航するそうです。仕方あるまい、すぐにライフボートを確保してくれ。はい。フェリーに乗れなかった乗客に丁寧に説明してくれ。みんなが混乱しなければ脱出できる。わかりました。あなたは？職員の方はこんな時も大変ですね。乗客の安全が最優先ですから。といっても皆さんが脱出したら私たちも出ますよ。自分たち自身の身の安全を守るのも私たちの責任ですから。今のところ津波の心配はないと聞いていますが、自然災害のことだから何があるか分かりません。大きな橋が落ちたということだから、ここもあそこにライフボートが出ているはずです。早く。停電が発生しています。川瀬電力では現在も被害状況。ごめんなさい、急に走り出して。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。雨だ。結婚しようって言ってくれて、まずは新婚旅行だって。このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、そこから海外へ行くことになってたんだ。
約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、トモヤの身に。地震の影響で遅れているだけだよ。心配ないよ。ありがとう。まだいくつも